い、どうもどうも、たけあきです。現在ですね、岐阜の方に遊びに来ているんですけども、10時前なんですよ。昼飯の時間帯、お腹が空いた。すぐ近くに、レトロ館みたいなとこがあって、そこにね、ハンバーガー、カレーの自動販売機があるみたいなんですよ。ってなわけで、本日はそこでまあ、ランチをしようかなと。これっすね。すげえな。岐阜レトロミュージアム。ボスな、あ、もう一回言ったんすよな。こんな感じやで、2時間で1時間500円で、でこっちの自動販売機は無料で入れるみたいです。これ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 、日本で2箇所のみカレー自動販売機、激レアっすね。こちら中に入っていきたいと思います。違う、すごい人気やな。リアルな絵のタッチのジャムおじさんみたいな。おー、いけた。こんな感じで秒数が出て加熱中やった。で、マックのハンバーガーが100円ぐらいか。今39円と3倍やもん。3、2、1、出てくるか。うー、ちっちゃい。あれ、めっちゃうまそう。見ておじいちゃんの皮膚みたいな。パーキングエリアやった時にこんなんと絶対買うわ。カップではない、あれや、石成でやったもん。これ販売中だけのやつやな。天ぷらそばとかで出ました。こちらか。今より2個しかないと言われてる激レアのカレー自販機。土日祝日限定やもんな。で、何曜日？月曜日。月曜日やな。どういうこと？買ってみましょうか。じゃあえ、5枚くらいありえんかった。え、何枚入れた今。出てきました。いや、多分200円、300円ぐらい吸収されました。あ、無理なんですか。って言いました。いや、何も言ってない。ありがとうございます。やっと。おお、何これ、そんな急に出てくんだよ。昭和のサラリーマンがさ、おにぎり買ってくるみたいなやつ。すげえ。熱っ。いただきます。あ、おいしい。普通に美味しかった。美味しかった。美味しかった、すごい美味しかったけど、自動ではないけどね。